うさぎちゃん、まこちゃん、うさぎちゃん、ネフライトのお見舞いに行くんだろ。私も付き合うよ。まこちゃん、まこちゃんは信じてくれるの？ああ、うさぎちゃんのあんなマジな顔見ちゃったら信じないわけにはいかないよ。ありがとう、まこちゃん。じゃあ、早速行こう。きりのとこ邪魔しちゃったみたいだね。いやねえ、そんなことないわよ。になってるの知ってます？なんであんたがそんなこと知ってんのよ。へへー、僕の情報収集力侮ってもらっては。なんだ、ご存知なんでしたか。それが気になってこんなところにいるわけね。僕はのぞきだなんてとんでもない。そうなのね。はい、あんたも男ならコソコソしないで正面から正々堂々と行きなさいよ。そうだ、ちょうどいいわ。あんたも来なさい。心の準備が。いいから来るの。こんなの連れてって大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。サザンボ、あなたたちこんにちは。すまない、また君を巻き込んでしまった。いいんです。あのこうして生き返って君と話しているとは。もう二度と会わないつもりだった。もう二度と。その方が君のためだ。そんなこと言わないでください。今の私は裏切り者として追われる身だ。このままでは君に。いいの、ここにこうしていてくれるだけで。君はまだ私を信じてくれているのか。部屋の中で待ってるから、外で二人でゆっくり話してやって。
の人は誰なんです？どうだった？それがだろうな。我ながら勝手な話だと思う。あ、いや、そうじゃなくて、大丈夫よ。すぐみんな分かってくれるわよ。一つだけ聞きたい。なぜ死んだはずの人をここに。クイーンメタリアは封印され、ダークキングダムは滅びたはずだ。以前のタクシードの仮面、いや、もっと遥かな昔に。どうした？答えられないのか？タキシード仮面か。そしてそっちの娘はセーラー戦士の一人といったところか。私はセーラージュピター、4人目のセーラー戦士だ。この娘も見覚えがあるような。おかしいな。この男、初めて会うはずなのにどこかで会ったような気が。ネフライト？ブラッディオパール。シンクに輝く美しい石だ。だが魔力を持った者が手にすれば、それは霊気を操り死者をも蘇らせるあやかしの石となる。その石の力で再び生を受けたというならば、誰が何の目的でお前を蘇らせたんだ？蘇ったのはこれだけだ。ジェダイ、ゾイス、コンサイ、そしてクイーン・デイ、ファスト・ワイザー。奴は自らをそう名乗った。奴の狙いは銀髄賞。そのために過去にセーラー戦士と戦ったことのある俺たちが必要だったのだ。ファスト・ワイズマンが銀髄賞を使って何をしようとしているのかは残念ながら俺にも分からない。配下に収まったクイーン・ベリアはダーク・キングダムの再興と銀髄賞の奪取をかけて大掛かりな作戦を企てた。私もこれで失礼するよ。また明日。バイバイ、マコちゃん。今日はありがとよく私に行こうよ。あれは大変。
頂点とする特殊な結界、この中ではありとあらゆるエナジーが奪い尽くされてしまう。光の柱が上がったポイントは4つ。大体の座標から推測すると、水玉の扉、水玉黒水晶の一部が欠けている。もとよりそのつもりよ。よーし、派手に行くわよ。オッケー、マーキュリーパワー、マーズパワー、シスターパワー、ピーナッツパワー、ムーンクリスタルパワー、探せな。こいつはダークキングダムのネフライト。
消えたわけじゃなかったんだよ。違う、エフライト様、そんなんじゃない。中心のようだ。そんなことは関係ない。僕はナルちゃんを愛してるんだ。無償の愛というやつ、くだらん。足りな
仲良く死ね。やめろデフライト。はあ、わざと。ファンティ